はじめまして、及川のまこです。私は自己紹介がとても苦手なので、私の親愛なるキャラクター、なまこさんとおにぎりチワワに質問をしてもらって答えます。では、お願いします。僕はなまこだよ。ねえ、なまこちゃんはさ、どうして自己紹介が苦手なの？はい。自分のことだけを話し続けると、途中で恥ずかしくなって、やめてしまいたくなるからです。そうなんだ。そうなんだね、なまこちゃんね。なまこちゃんの活動内容を教えてよ。チワワだよ。チワワ知ってるよ。はい。では、説明を書いてもらった紙がここにあるので、それを読みます。及川なまこ、なまこアーティスト。なまことは海に住む無脊椎動物。なまことは愛の化身。なまことは及川なまこにとってのよりしろ。及川なまこの妄想、ドグラマグラの具現化ともいえる自作なまこ動画がネットを中心に話題となる。ライブやイベントなどにおいて、ナマコ動画のアフレコを自ら当てたり、時にはバンドを従い歌ったりと、作者本人にも注目が集まっている。ナマコの他にも、宇宙妖精ちゃん、おにぎりチワワ、不幸ウサギなど、多種多様なキャラクターが今なお生まれ続けている。です。おいしいよ。はい、おいしいです。ナマコちゃんが僕を産んだんだね。チワワも生まれた。はい、僕を愛してるね。はい。僕もナマコちゃんを愛してるんだけど、今夜僕の部屋に来ない？はい。家じゃないでしょ。ねえ、じゃあさ、ナマコちゃんの好きな色を教えてよ。チワワは黄色が好き。好きな色は白と粘膜の色とナマコさんの色です。僕の色が好きなんだね。僕もナマコちゃんの色が好きだよ。じゃあさ、好きな季節は？好きな季節は暖かい季節が好きなので、春と夏と秋が好きです。冬以外が好きなの？冬は嫌い？じゃあさ、好きな天気とか好きな天気はお天気雨です。どうして？ドキドキするから。ドキドキするの？ね、それって僕にときめいてるんじゃない？僕といるからさ、僕に恋してるんじゃない？はい。もうさ、僕の部屋に行こうよ。僕の部屋でもっとナマコちゃんのことを教えてよ。詳しく、そう、詳しくだよ。誰にも見せないナマコちゃんの顔を見せて。誰にも見せないナマコちゃんの顔を僕だけに見せて。そうだよ。そう、ナマコちゃん。そうだよ。